次は保健室だな。こことは思えないが、気になるのでは無視できまい。うむ、邪魔をするぞ、さくら。唐突だが少々探し物が。ん？おや、あちらセーバーさん。誰だ？キャスターとアーチャーではないか。何用だ？薬でももらいに来たのか？いや、それがですね、アーチャーさんがまた記憶喪失になってしまったようでして。マジ面倒なんですけど、見つけてしまった以上見過ごせませんし、さくらさんと二人で記憶回復のお手伝いをしているんです。はい、今この学園の説明をしていたところです。アーチャーさん、クラス名さえ忘れてしまって。面目ない。人を探していたことだけは覚えているのだが。ところで君は誰だ？そのいろいろ赤いが。世のことも忘れているのか。世は思考の芸術にして神聖ホニャララ帝国をいただく絶対皇帝。全サーバント中、情熱の赤が最も似合う少女剣士。赤セーバーと覚えるがよい。うん、その呼び方でいいんだ。この人仕方あるまい。おいそれと神明を語っては先の楽しみが減るというもの。無粋な呼び名だが、今回に限り許す。うむ、ところで世の席はどこだ。面白そうではないか。世も仲間に入れてほしい。セーバーさん、今日はどんなご用件でしょうか。探し物だ。基本的かつ大切なものを探している。そなた知らぬか。それだけではなんとも。どんなものか教えてもらえると助かるんですけど。いえ、察するがよい。だいたい世がやつを宝に思っているなど、皆に知られては恥ずかしいではないか。はーい、その王様の発言は基本スルーでいいと思います。ブロッサム先生、続けてください。それでは説明を続けますね。気を取り直してタイトルコールお願いします。教えてブロッサム先生宣伝編。フェイトエクストラ。私が覚えているタイトルと微妙に違う気がするのだが。アーチャーさんたら、そんな基本的なことまで忘れちゃったんですね。改めて説明しますからよく聞いてくださいね。フェイトエクストラは全く新しいフェイトをテーマに制作された、フェイトであってフェイトでない物語。それはビジュアルノベルであるフェイトステイナイトを原点とし、そのイフとして描かれた近未来 SF 伝記。決められたマスターがいる小説ではなく、ゲームを手に取ったユーザーさんがマスターになるあなただけの聖杯戦争。それがタイプムーン ×RPG プロジェクトが送る対戦型ダンジョン RPG フェイトエクストラ。詳しいデータはこちらを見てくださいね。これはまたガラリと変わったものだな。おなじみのメンツは出ているのか。はい、キーパーソンになる人たちは経歴こそ違えど人物像はそのまま出演しています。姉さんも琴峰神父も私だってこの通り。さくらさんはただ立ってただけですけどね。うむ、スターシステムというやつだな。リンは噂通りの豪傑であった。さくらはん？アイテムをくれるだけだったか。妙な寒気がする。初めて感じるような、しかし慣れたような暗黒陶器。ダメだ、まだ頭がはっきりしない。さくら君、続けてくれ。はい、アーチャーさんだけが私の癒しです。
エクストラには大きく6つの球があって、わかりやすく書くとですね、では皆さん、わかる人から答えてくださいね。球1、エクストラの世界設定、舞台はどこでしょうか。基本だな。時代は西暦2030年、舞台は月に作られた仮想量子世界セラフ。月に作られた7つの海で最新の魔術師が聖杯を求めて競い合う。それがエクストラの、いな、ユと奏者だけの約束された舞台なのだ。何言ってんだか、私とご主人様2人だけの舞台だっつーの。これだから頭の中まで筋肉のサーバントは周りが見えてないっていうか。ん？貴様にだけは言われたくはないぞ、キャスター。そちらこそいつ見ても言動不確か、足取りおろそかな脳筋状態ではないか。失礼ですね。私は頭の中がいつも花園なだけです。ご主人様とハッピーになること以外興味がないだけと言ってくださいまし。花園だと？負けるものか。世だって同じだぞ。世のイメージは常にバラ色だしな。そろそろいいですか。近未来セラフ、思い出してきたぞ。1970年に魔力は枯渇した。もはや地上に神秘を実践する魔術師はいない。魔術は衰退し、今では魔術理論をもとにした演算処理、量子変換を身につけたハッカーがウィザードと呼ばれている。月の仮想世界セラフに招かれるのはそういった最新の魔術師のみ。それが今回のマスターたちであり、私のマスターであり、このゲームの主人公だ。これでいいかな、さくら君。はい、その通りです。 Q2 主人公はについては今アーチャーさんが答えてくれました。もう少しだけ説明するとですね、主人公は男女から好きに選択できるんですよ。もう完全にプレイヤーさんの分身ですね。ゲーム中どんな選択を選ぶかはプレイヤーさんの自由なので、基本的には無個性な万人に愛される人になっています。無個性な主人公だと？あれ、本当に？本当です。時々変な行動をするのはプレイヤーさんの選択によるものですから。では Q3、対戦型ダンジョン RPG ってについて。そこが世にも点でわからぬ。対戦型というからには格闘ゲームのようなものなのか。いえ、そういった対人の通信ゲームではなくて、あくまで王道というか、冬休みにこたつに入ってじっくりできる RPG なんです。セラフには7つの海、7つの階層があって、その階層ごとにアリーナと呼ばれるダンジョンがあります。そのアリーナでプレイヤーさんはいろいろなイベントをこなしながら敵マスターと1対1で戦い、勝ち抜いて最後の一人になって聖杯を手に入れる。その過程が対戦型ダンジョン RPG と呼ばれるゆえんです。戦いあり涙あり笑いありの全7章仕立ての RPG と思ってください。お笑い担当はガトーさんだけで、涙とか感動とかそういうのは私担当なんですけど、キャッ、私ったらヒーロー。いや、そなたも笑い担当だろ。いえ、あなたもそうですよ。話を戻していいかね。 Q4 味方サーバントはについて。これは言うまでもないな。それ私の仕事ですけど。私とそこの2人だ。エクストラではプレイヤーが任意で自分のパートナーを選ぶことができる。初心者向けのセイバー、中級者向けのアーチャー、上級者向けのキャスター、それぞれ特色のあるサーバントだが、シナリオ自体に大きな変化はない。性能より容姿の好みでサーバントを選ぶというのもいいだろう。何しろ君の聖杯戦争だ。効率で選ぶか愛情で選ぶかも好きにしたまえ。
はあ、調子が戻ってきたではないか、アーチャー。うん、やはり貴様はそうでなくてはな。もう記憶戻っちゃったんですか？私つまんない。失礼。君たちでは頼りないのでね。簡潔に済ませるためには私が出るしかないだろう。次は95敵マスター&サーヴァントはだな。これは完全新規だ。フェイトエクストラならではの多彩なマスターとサーヴァントが我々の敵となる。中には懐かしいメンツもいるが、それもエクストラ仕様にアレンジされたものだ。未知の敵の正体を暴くのもフェイトの醍醐味。それは RPG となったエクストラでも健在だし、何より最大の楽しみにもなっている。できるだけ前情報はカットして戦いに臨んでほしい。Q&A は以上だ。短かったが基本的な紹介はできたと思う。しかし、なんだってこんな基本的な話をしていたんだ、私は。いえいえ、細かい言葉お気になさらず、ちょっとした宣伝ってところです。アーチャーさんの記憶も戻ったし、私もそろそろマイルームに戻りますね。そうだな、俺も急がないと。こんなところで、無駄な時間を過ごしている場合じゃなかった。行っちゃった。セーバーさんはどうですか？お茶はありませんけど、エリクサーとかありますよ。夜も探索を続けるとしよう。邪魔をしたな、さくら。心遣い、感謝する。エリクサー、とっておきだったんだけどな。